さあ、残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってないわ。甲田龍二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。カズマ！カオル、すまない。よし、なら一丁派手に極道の絵で探せようやないか。武器使うんや。武器使ってくんや、お前。やっぱりな、やっぱり武器使ってくるんや。俺とんだけ態度ないぞ。覚悟できとるやろね。やばいな、どっかで回復しな。やばいな。ゴーダリウジとやります。さあ行っちゃいましょう。でヒート貯めか。やっ、あれあれ、はい、当たらない。かわせねえ。あぶね。すえ、すえだ、すえ。あ、やむない。こいよ、リュウジュ、こいよ。その、その三個ばっか、あぶね。あ、いった、とりあえずいった、ケイ。あぶねー。リュウジが、リュウジに当たらない。あれ、すい、あれ、あれ、と回復しよう。当たらねえ、避けられるわ、あれ。結構避けてくるね、あの人。おっほー、おっほー、おっほー。リーチ長いからな、こいつ、これ剣やから。はい、来いよ、いいぜ。前でってやるよ、来いよ。オッケー。あ、間違った。あぶねー。押したやん、ペケ。押したでしょ、今あんた。あんた、俺押したでしょが。ヒート状態になったぞ、こいつ。おい、来いよ。あの三角で押してやるよ。よっしゃ、よいしょ。あら、無理だ。あれ押せねえ。あ、もうアングルが来いよ、来いよ。ゲッ、よし、よし、赤ゲージまで来た。よいしょ、危ねえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、離れて。よいしょ、はい。あぶね。よいしょっと、来いよ。なんだ、ひ、いけ。あそこの三角押せねえな。あぶね。あら、無理だ。そう。来いよ、来い。
だいぶ減ったぞ。来いよ、もう終わりだな、お前そろそろ。正気。正気。ファシャイ。だ。勝った。どじめの竜じゃい、こっちが。勝ったわ。やったー。会長、すみません。いいんです、これで。あんたのおかげで龍二の心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。合田会長、今まで私は大切なことを龍二に隠し通してきた。ほんまのことを言えば、ルージが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。ルージの父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長、私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。龍二と一緒に逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺田や。死んだはずの。どういうことや。これは全て私が描いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いた絵。それじゃあなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯など絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです。龍二は神宮恩派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。ち
したネズミを拾う。長かった。やっとだ。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか？あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原二郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せば神室町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田。何ですか？最後に教える。お前はあの時、風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。あんた火事よ、みんな。しばい、揺れすの俺もおっぱってよ。うわぁぁぁぁぁ。좋아우리도가자인욱의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私とヨンミンは
風間さんによって命を救われた。寺田、その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し、近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は神言派の構成員です。神言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうが、やるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。また大量と戦うのかな。嫌やな。とりあえずザコシの強いのか。死んでもらいます。嫌や。うわー、やっぱりこれ銃やって、やっぱこいつキムテジン。ちょ、銃だった。やばいよ、やばいって。絶対やばいって。やばいって、ほら、やばいって。絶対やばいって、ほら。ちょやめろ。よいしょ。ちょっとやめて。痛い。どうやって避けんだよこれ。うわー、ちょっとお前それすげえ当たり方している。ちょっと強いぞ。当たった。ちょこいつらに当たらへんのかよ。ちょっとどうやって避けんだよこれ。お前ちょっと、お前よいしょ。当たった。なんかやるのか。ペキ、押したやん。ペキ押したがな、あんた。いた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 。ちょ当たってないで避けられへんやけど。どこにいんない。よいしょ。なんで末へ行かねえよ。なんで避けられへんのあれ。よいしょ。オッケー。こういう技使っていこう、ちゃんと。よしよし。ちょっとお薬。おい、あれマシンガン出て避けんだよね。避けられねえじゃねえかよ。あ、なんだなんだ。ちょ、やめろ。そっちかよ。ちょ、やめろ。よいしょ。ちょ、避けるとはないやん。ちょ、待って。やめて。避けれてんのこれ。避けれてんの、絶対当たるやん。走り避けんのかな。どうやって避けんねんこれ。よいしょ。やめた。避けれへん。やめろそれ。よいしょ。やばい。よし。ちょっと豚こら。お前キックダウンするやつやったっけ。痛た。ちょっと、はい、ぐるぐる。よいしょ。倒したかな。何、急に押させんのやめてくれ。お前一人かまど。ちゃうわ。あいつやんだってるよ。正気よし、きたボケよし、倒したぞボス。寺田、
え、まだお前行っちゃわなあかんな。ドーン。